こんにちは、クリッカートミーです。発表後、本年度予定分をはるかに上回る台数を受注し、大ヒットを予感させる新型ジムニー。20年ぶりのモデルチェンジはいかにして行われたのか、担当デザイナー氏に話を聞きました。まず最初に機能美に徹するイコール直線基調スクエアではないと思いますが、今回開発当初から直立直線基調の提案となったのはなぜでしょう。車両の姿勢状況を把握しやすくすること、また居住性や積載性向上を考慮したためですね。例えばエクステリアではベルトラインやピラー、インテリアではインパネやドアトリムなどを水平垂直基調で考えたわけです。歴代のモチーフを検証する手法は現行のアルトやイグニスの時と同じですが、なぜこの3社がそのような手法を。この3社に限らず、スズキの車に見えるか、〇〇の新型に見えるかといったことは常に考えていますが、当社の中でも長くコンセプトを継承、もしくはスズキらしいカテゴリーを新たに作るブランドとして、あえて歴代のモチーフをプロモーションに生かしたということです。新型のプロモーションの狙い、意図はどこにありますか。ウィンドシールドからの視界確保のため、A ピラーを立たせた上で車両後方に引きました。また、タンブルを立てることで、室内の居住性、積載性を高めています。さらに操作性や車両姿勢を把握しやすくするため、スクエアなボディとコンパクトなキャビン、水平なベルトラインのプロポーションとしたわけです。直線直立基調は2台目と同じですが、新型との面質にはどのような違いがありますか。平面ガラスを多用した2台目は、側面のキャラクターこそ直線ですが、ただの箱にならないようタンブルを強め、輪郭の柔らかい線使いで車らしさを出した。またオフロードで擦りやすい部分の角 R を大きく取ってダメージを受けにくくしています。一方、新型ではデザインコンセプトに基づきサイズの使い方を変更、フランカーブを強めて中身が詰まったような面の張りを持たせました。さらに鉄板が厚く丈夫に見せつつ、ぶつけにくい形を追求し、インゴットのような塊の角を一旦面取りしてから R をかける端末の処理を施しました。ショルダーラインでボディに段差を設けた狙いはどこにありますか。剛性確保もありますが、鉄板の厚み、強度を感じさせたかったのです。またベルトラインは車両状況の把握しやすさを狙っているのですが、これと相性の良い直線的で前後に抜いたショルダーとしています。ドリップレールの採用によってルーフが古く、あるいは重く見えがちですが、そうならない工夫はありましたか。どう見えるかはもちろん大切ですが、それ以上に役に立つか使いやすいかを重視してデザインしています。なので見え方について特別な工夫はしていませんね。内装に移ります。インパネのデザインは他社に比べても重層的で非常に質感が高くなっていますが、どのような工夫があったのでしょう。水平基調の基本骨格と各部分の機能的なレイアウト、これらを力強くミニマルな断面で内包し、立体的で力強いデザインとしました。また運転に集中できる黒を基本色とし、その中に操作部を明確にする金属調シルバー、反射を抑え硬質感のあるメーターガーニッシュ、傷や汚れに強い新脂肪を採用、すべて機能に徹した飾らない表現を心がけ、潔いインテリアデザインとしています。最後に、新型も長期間飽きのこないデザインとしましたが、こうした長期間の耐久性は他の車種では不要なのでしょうか。セダンやスポーツカーなど車種によって差異はありますが、車のデザインには普遍性が必要だと考えます。私たちは目標となる商品コンセプトと照らし合わせ、常に新規性とのバランスに注意を払っています。新型ジムニーは商品コンセプトである機能に主眼を置いていますが、その機能に対し一つ一つ丁寧に追求した結果、他社に比べより普遍性が際立つデザインに仕上がったと考えています。今回は機能に準じたコンセプトですが、こうしたブレのない姿勢がヒット作を生むようですね。本日はありがとうございました。語る人、鈴木株式会社四輪デザイン部エクステリア課
係長、鯖尻和俊。